Yo from ZIZOKU まさきオンザマイク、マジでマンデー。マジで、そっか、マジか、マジで？それはいつもの自分の口癖、病院の待合室のリアルよ。ここで人生の軌道修正、無修正のポルノ、バリに口が開く楽観的な感情になればなるほどに僕は人生の意味に立ち返る。 OK アップダウンの激しい、もう一つのメンタルの方はどうすればよいのかと、そして行動する、緑の光景想定する、ブラックオアホワイト、そう人は弱いと昔眺めた SL となり、また人となり、キープするライフ、マンチェスターシティのプレイヤーみたいに僕は強くはないよ、それくらい分かりきっているし、死にたいとか簡単に言うもんじゃないよ、そりゃ生きてることに対して失礼だよ。まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、マジサマンデー、シャバダバシャバダバ、まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、シャバダバシャバダバ、まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、マジサマンデー、シャバダバシャバダバ、まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、シャバダバシャバダバ。あ、レコードの針飛んだ。ヘイチェック、あの子にプレゼントをするチャカカンのクラシック、そしてこう言われて納得をしてしまう、罰が当たったんだよきっとと、確かに言われてみればできていなかった健康の管理、ただ単にジャングフードにまみれた生活、ノープランな計画と、お守りを財布に入れる、そして再検査、また大変なことにならなければいいな、そして26時をまたぐ目を開ける、気がつけば不眠も深刻、ああこれも現代病と、またここで自分と若さの同一化、もう年だからで、またこの口実が微妙に求めてる、まだ若いですよと、言葉のダブルミーニングが無意識同情を求めてます。まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、マジサマンデー、シャバダバシャバダバ、まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、シャバダバシャバダバ、まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、マジサマンデー、シャバダバシャバダバ、まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、シャバダバシャバダバ。あの看護師さんは可愛いな、太りすぎの自分が嫌になるよ、周りは結婚したり、ヒップホップは時に自分を見失っていくんだ、隣のおばあさんはずっとクロスワードパズルをやっている、自分にとって足りない言葉を探すんだ、気がついた、結局は健康は第一の判断の材料、そして回答、医者から言われてるアルコールの禁止、そしてダイエット、考える、健やかな心を取り戻すための僕のヒップホップ、いやを上げてくウィンドウ、10年ぶりにシラフのオンザマイク、マイクの音量は女がオフのアルコールで持っていく、日常の中の非日常にはもうバイバイする、全てこれは分かっている話で、完全に安定と不安定、抱え込んでる、ある意味ダブルトラブルをコントロールするためには、必ずしもバッドボーイじゃない、本当の B ボーイズ、新しいヒップホップ、それは健康の再生、まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、マジサマンデー、シャバダバシャバダバ、まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、シャバダバシャバダバ、まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、マジサマンデー、シャバダバシャバダバ、まさきオンザマイクはとても具合が悪いんだよ、シャバダバシャバダバ。あ、レコードの針飛んだ。